小林ブログチャンネルの小林です。本日ご紹介するのがここですね。お家で過ごされる時間も多いということなので、まあ香りで楽しんでいただけたらなと思い、ちょっと動画にしてみました。僕は結構お香っていうのがすごい好きで、いろいろって言っても2種類ぐらいですね。2種類試して、今はこのサティヤ・サイババ・ナグチャンパという、種類のお香を使っております。本寿の方もいらっしゃると思うんですけど、実はこれシュプリームの店内で使われているというふうに言われております。僕もシュプリームのお店に行った時に、この匂いいい匂いだなって思って購入したものになっています。で、それ以降もう1年ぐらいですかね、ずっと使い続けていて、皆さんにご紹介できたらなと思って購入していました。はい、よいしょ、こんな感じで、ライターで火をつけて、せっかくなんでちょっと炊きながら今日は動画撮ってみたいと思います。お、明かりが、僕はこのお香立てにくっつけて、こんな感じで使用しております。はい、ちょっと今回はじゃあこのサティヤ・サイババ・ナグチャンパをご紹介したいと思います。インド製のものになっています。インドっていうのはすごいこう暑くて、汗もたくさんかく。なので昔の方々とかは、まあ体臭がすごいので、汗による体臭がすごいので、お香でそういったものを隠していたっていうふうに言われています。そこからまあお香が広まって、で、しかも香木とかがすごく取れる、国なんですよね。なのでお香というのが広まって、でインドといえば仏教もあると思うんですけど、仏教で、よく使われるようなものになったと言われております。実は僕お寺の孫でして、なんとなくこう煙っていうのかな、このお香の、煙が立っているのもすごい好きですね。面白いですよね。僕も調べてみて知ったんですけど、このお香を、あげる意味っていうのがあるみたいで、4つあるみたいです。1つが個人と仏様の食べ物。で、2つ目が自身の身を清める、この煙ですね。で、この空間とかも清めてもらえるらしくて、で、あとは個人と仏様がつながる。3つ目、4つ目が、このお香で光っている明かりが個人が迷わず旅立たせるっていう意味があるみたいです。って感じですけど、僕が使っているお香立てっていうのが、韓国ソウルのアーティストであるリー・ギョンミン、ちょっと言い方間違ったらすいません、が立ち上げた OBJT っていうところのものです。こういう吊るすタイプもあれば立てるタイプもあって、インセンスホルダーお香立てっていうのを僕は買いました。ちょっともう売ってないんじゃないのかな、すいません、ちょっともう売ってないかもしれないんですが、だいぶシンプルで、お香立てって結構横に長いものが多くて、よくあるお香立てがこうなんですよ。こういう感じ。
のものが多くて、結構横に場所が取るものがあるんですけど、これは縦に立てれるので、非常に場所も取らず、で、このデザインもすごいかっこよくて気に入っております。うん、真鍮っていうのもいいですよね。結構煙でここが色すごい変わっちゃうんですけど、もっと近くにですよ。それで、お香が下に落ちるっていう仕組みで、あんまりこれが機能しないと違うところに落ちちゃったりもするんですが、だいぶデザインが気に入って購入しました。OBJT のお香立てです。他にお香立て、いろいろありますけど、今僕が気になるのは、ネイバーフットのお香立て、かっこいいですよね。ファーフェッチに中指立てたお香立てがありますね。インセンスホルダーっていうんですね。ぜひお香立てもかっこいいのいっぱいあるので、インテリアとしてお香をこの時期に立てるのもいいんじゃないのかなというふうに思います。ちょっと今日はファッションとは少しずれた内容だったんですけど、いつもはメインではファッションについてのコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録者数を1000人目指して活動してまいりますので、皆さんの応援でバイタリティ溢れて活動ができますので、何卒よろしくお願いします。それでは、失礼します。